はい、お疲れ様です。さあ、今年もどうやらやるみたいですよ。吉本ゴルフナンバーワン決定戦があるという情報を私聞きまして、ちょっと今年は何が何でも優勝したいということで、過去ですね、私2度ベスグロは取らせてもらってるんですが、最後決勝3人に残ったところで2位という結果になってますんで、今年はなんとか取りたいということで、スイングを見てもらおうと、そしていい結果につなげていこうと思っております。というわけで、私はこちら、まあ東京駅のもう真上ですよね、大丸東京さんの11階にあります、こちらのフィッティングスタジオ、3スターゴルフスタジオ、こちらにちょっと知り合いがいますんで、こちらでちょっと僕のスイングを徹底的に見てもらおうと思っております。早速行きましょう。ココリコ遠藤の変な形。おいっす、おはようございます。こんにちは。僕の友達です、福本くんです。よろしくお願いします。すいません、大丸東京3スターゴルフスタジオの店長やってます、福本と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。最近もずっとゴルフをやってるんですけど、ちょっとまあ惰性でやってて、はい、久々にちょっとスイングを見てもらおうかな。わかりました。うん、いいですか。もちろんです。というわけで、はい、早速最近ちょっとドライバー変えまして、はいはい、今使ってるのがこちら、ジジジン、はい、来ました、ロマールさんのバリスタ、はい、こちらね、もう何度も言います、もうびっくりドンキーのハンバーグが食べたけど、これがもうチーズにしか見えないっていうね、はいはい、こちら 3D プリンターで作ったこちらのヘッドに、はい、シャフトも、はい、もうねこちら入れちゃったんですよ。これあのドラコンの選手が使 う、はい、言ったらもうやわやわな、はい、かなりしなりが出てくれる、うん、ですよね、タイプの、はい、これで、最初このグリップ、はい、このグリップもいいんですよ。これも最近僕お気に入り、このデコボコになるね、クラブ全部これに、全部今もこれにしました、ますよね、もうあの、はい、佐野さんに言って全部これにしました、はい、ありがとうございます、いつもすいません。これで、はい、これをもうメインクラブにして、はい、吉本ゴルフナンバーワン決定戦、はい、戦っていこうと思うんですよ。はい、もう今回は勝ちましょう、はい、今回は勝ちたい、はい、これなんかかっこいいね、線が入ってる。そうですね、これうちのフィッティングスタジオで導入しているフォーカスという測定器でして、あの日本のフィッティングスタジオでまだ数台しか入ってない。お、これは俺初めて見ましたね。おそらくそうだと思います、うん、はい、ちょっと打っていただければ実際に、はい、ちょっと体感できるかなと思いますので、まず軽くね、いつもの感じで、うん、うん、でもこんな感じだと思います、はい、うん、飛距離が、あ、こっちに出るの、はい、こっちにも出ますし、これすごいな、下にも、はい、実際のクラブの軌道が瞬時に下にこう反映されて、すげえ、はい、これすごくない？あ、これ俺初めて、はい、なので実際のクラブの軌道と、あとはどういう角度で入ってるのかっていうのが、うん、下にこうポンポンポンと出てきてくれるような感じで、へぇー、みんなちょっとこういうイメージか、今のは捕まった、あー、なるほど、ナイスショットですね、あー、これで、あ、これ来て、これ気持ちいい、今のがこれですね、はい、これまっすぐいってるね、ボールはね、そうですね、ヘッドが入ってきて、はい、なので先ほどのスイングから遠藤さんの方で少し修正されて、はいはい、ベースを少しこう閉じて入れてくることができたので、しっかり捕まえることができてると、なるほど、はい、自分のスイング的にやっぱちょっとカット軌道に、そうですね、ほぼストレートに近いんですけども、うん、気持ち外から入ってくるっていうその軌道を通ってるんですね。で、外から入ると、はい、このようなシャフトだと、はい、如実にこうなる可能性が高いというか、柔らかい、はい、柔らかいのでしなり戻ってくるのが遅れると、ちょっと開きやすくなってくるかなとは思います、はい、体が硬い、そう、硬いので、多分前屈とかやっていただくと足つかないんじゃないかなと思うんですけど、はい、全くつかないです、はい、全くつかないです。なので逆に言うと
前屈硬い方っていうのはこのもも裏っていうのが、はい、どうしてもこう締まるというか硬いので、うん、一生懸命振ろうとしすぎちゃうとこう伸び上がってしまったりしすぎちゃうんですよ。ああ、ここでこう来て一生懸命振ろうとすればするほどこう伸び上がっちゃう。はい。あっていうのがやっぱり動画とか見ててもちょっと思っていたところなんですよ、うん、はいはい、でもう一つちょっと僕からお伝えしたいというか、うん、いうことがありまして、ちょうだいちょうだい、いいですか、もうナンバーワンになりたい、ナンバーワンになりたい、吉本で、はい、そうですね、うん、実際は9つフィジカルチェックっていうのを、うん、一番最初にフィッティングの時にさせていただくんですが、うんうん、ちょっと一つだけやっていただいてもいいですか、うん、いいですいいですいいですか、うん、体を少し傾斜していただいて、はい、膝をこう曲げていただきます、はいはい、なので、まあ、アドレスですね、構えていただくように構えて、うんうん、はいはい、腕は胸の前にクロスしていただきます、はいはい、でこの状態で膝と上半身をなるべく動かさないようにしていただきながら、うん、腰だけを横にこう回旋していく、回していくっていう形ですね。こうですね。で、膝はまっすぐ。膝ははい、なるべく動かさないようにしていただいて。こうか。はい。結構これ体幹使うね。そうなんです。ここでガーンといくんじゃなくて、はい、上半身なんだか軽くパーンでいいけど、そうですね、腰がその分ちゃんと、まあ、比較的回ってる方だから、はい、はい、そう、腰は回ってます。それでいいですよってこと。はい。なので一生懸命振りすぎるとちょっと外からのキルがより強くなってスライスが増える可能性もありますし、逆にシャフトが硬いと振り切れなくなってくる可能性があるので、シャフトが戻ってこなかったりして右に出たりとか。なるほど。このバリスタのドライバーのヘッド、割とヘッド重量がしっかりある、まあ重い重ヘッドなので、これは他のクラブと比べてもやっぱ重ヘッドなんですか？重ヘッドです。ほう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 。でも重ヘッドの方が僕は遠藤さんに合うと思うので、はい、気持ちこうやって被してくれない？もうこれいいんじゃないですか？これは捕まりましたね。うん、あ、これいってますね。キャリーで219、はい、トータル240、240いってる、はい、トータルで、トータルでいってます。しかもこの高さ出て、はい、まっすぐでややドロー、はい、どう見てて。そうですね、残り1ヶ月、やっぱりしなるシャフトがいいっていうのは間違いないんですけれども、うん、まあ、これドラコン用のシャフトなので、うん、結構今ここに並んでるシャフトとかと比べても結構しなりはかなり強い方のシャフトではあるんです。なので、まあ、もしかしたら、まあ、先はこうビューンとこう走り感は絶対に必要なんですけれども、うん、もう少しだけちょっとそこのしなりの部分を抑えてあげると、もしかしたらシャフトで捕まっていくかもしれないので、一回これだけ、はい、これだけシャフトあるんでしょ？いっぱいあります、はい、ちょっとせっかくだから、はい、なんか合うシャフト、はい、ちょっと打ってみてもいい？もちろんです、大丈夫です時間大丈夫、はい、大丈夫です、ある、はい、あと1ヶ月なんです。あと1ヶ月なんです。リアルにこの撮影の時からあと1ヶ月なんですよ。なんとかね、今チャンピオンは巨人賞なんで、巨人賞もね、お前何やこのクラブっていうね、巨人賞ちょっと貸してって巨人賞が使っていただけるかもしれんからねもしかしたら、はい、使ってもらえるかもしれない。これは何ですか？これは UST マミヤさんのオーガ G というシャフトです。オーガ G、はい、の 50g の R、 これは R シャフトになります。じゃあちょっとこれ打っていいですか？はい、おー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 、今のはそんなにこう悪くないフェード球ですね。うん、はい、スピンも3000切ってるので、そんな悪くないですか？はい、そこまで悪くないです。振り心地も全然悪くないですね、はい、この GC クワットっていう測定器で、うん、ミート率が 1.45 を超えてると相当いい数字ですよね。あ、そうです。あ、クラブのヘッドスピードに対して、まあ、初速がどれぐらい出てるのかっていうのを表してるんですけども、うん、じゃあちょっと次、はい、いいですか？はい、そしたら今この間宮さんのシャフト振ってもらったんですが、はい、ちょっともう一本
シャフトを振っていただきたいと思います、はい、これは何ですか。これは藤倉さんのデイトナスピーダー。あー、名前聞いたことあるの。 R で 50g。 いきます。おー、あー、戻ってきてる。うん、球はいい感じで、ドロー系だったのに。ミドル 1.40、はい、はい、今少し先のヒットだったので、若干ミート率は落ちたんですけれども、このシャフトはかなり戻り感が、スピード感が速いシャフトになるので、シャフトの動きとしてはすごい捕まってくれるもの。自分の今のスイング、体のフィジカルに考えたら、合ってるシャフト。はい。どうするどうする、いっぱいあるもんね。いっぱいあるけど、でもハードヒッター用から何から全部あるときでもね、スペックは相当揃えさせていただいてます。いやー、すっごいよ、もうほとんど聞いたことあるような。はい、これドライバーはこういう形にしていったときに、はい、フェアウェイウッドからアイアンとか全部変わってくるんだよ。本来であればやっぱりうちのフィッティングのコンセプトっていうのも同じようなシャフトの流れ、まあ、重量のフローもそうですし、シャフトのしなりの流れもしっかりこう揃えていきたいので、やっぱり一個こう見させていただいたときに、やっぱりトータル的にこう変えていく必要はあるかもしれないです。ちょっと待って、金かかるなぁ。はい。今使われているアイアンのシャフトとかも、950ネオだと思います。確か使われていたと思うので、はい、ヘッドが、あれもグローレのヘッドですね。の、はい、で950ネオの S だと思います。S ですね。うん、はい、でしたら、今のシャフト自体はアイアンのシャフトです。タイプ的には全然悪くないシャフトを使われているので。そうなると、ね、ヘアウェイウッドなんですよね、うん、ヘアウェイウッドですか。ヘアウェイウッドも全部グローレのドライバーからの3番、はい、5番、7番、全部それで、ユーティリティもそれで、はい、シャフトもそれなので、はい、そうですね、そうすると、はい、少しこうシャフト的にも流れは若干変えていくと、まあ、トータル的などう変えていったらいいか。本来はこのヘッドの重量的な部分もそうなんですけども、ステルスグローレよりも若干こう重さをつけてあげて振ってあげてもいいかもしれないです。結構重量がシャフトも軽いものになってるんで、ってなると何どうなるのってことは、ちょっと重めのヘッドに変えろってことだよね。重めのヘッドの方がタイミングは取りやすいかなと思います。お返ししてもらっていい。でもそんなにこうすごい重くするっていうよりかは、こうちゃんとヘッドを感じれるように全体的にしていくっていう感じです、うん、ハードにするわけです、うん、はい、うん、重さをしっかり感じていくように。なるほど、はい、というわけで、じゃあ一旦ちょっとドライバーは、はい、まあ、おそらくもうこれでいくと思うんですよ、バリスタで、はい、もうヘッドはバッチリ。あとはもうシャフト問題ですよね、いろいろシャフトをどうしていくかっていうことも含め、わ、はい、かりました。期待しといてください。はい、俺頑張りますから。はい、こっち見たらパターンもできるじゃないですか、はい、そうですね、パターンもいいですか、はい、ちょっとパターンのフィッティングも、まあ、12月からしっかりこう開始になっていくんですけれども、うん、ちょっと一つ紹介したいのが、これサングラス、ここもなんですけれども、うん、ちょっとかけていただいていると思います。普段多分サングラスあまりしない。あんまりしないです ね、 そうですよね。ただもう年齢的にも、もう目、本当に目が疲れるから、はい、サングラスした方がいいなと思ってはいるんですよね。そうなんですよ、これは本当におすすめになるんですけれども、やっぱりグリーン乗った時にパターって傾斜を読むじゃないですか、うん、はいはいはい、このサングラスは白がはっきり見えるサングラスなんですよ。そんなサングラスあるの、はい、白がはっきり見える。白がはっきり見えます、うん、ところで何が見えるの白っていうのは。あ、ボールの白がはっきりとかじゃなくて、はい、目とか逆目、はい、順目とかも分かりやすい。そうです、ボールの白もはっきり見えるので、うん、まあ、飛んでったボールもしっかり追いやすいっていうのも一つあるんですが、うん、やっぱり傾斜見た時に、まあ、陰影がしっかりくっきりこうはっきり分かれて見えるっていうのが結構特徴的なものがあって、そういったこう実際にここのクリーンでも見えるんですけれども、実際にこうラウンドでコース出た時にはっきりその傾斜が
あのサングラスかけることによって分かりやすくなってくるので、ちょっといい並んで見ていただいた状態と、あとサングラスをかけてみて、光の加減で、そうですね、なるもんね、はい、この状態でサングラスをかけていただいたときに、眺めで見たときよりも多分そこの真ん中のあたりがちょっと黒く見えてる、この辺がすごい黒い、あ、そうですそうです、ここやろ、はい、その辺ですね、その辺り、あ、これじゃ全然分からへんけど、はい、あ、ここすごい黒い、はい、黒くて白い、はい、え、これなんでなんで、なのでそれが傾斜がですね、分かりやすく、あ、ほんまや、はい、レンズで見えるようになってるんで、すごいしっかりしっかりしたから、ほんまやな、はい、はい、へぇ、あ、すごいこれ、本当に。だから本当に目の保護もそうですし、うん、ただこう、かけることによってのメリットっていうのが非常にある。あ、これどこのやつですか？こちらが、あの、11階のこのゴルフ売り場に。ここなんの？はい、スペックスポーツさんっていうサングラスあるんですけど、うん、そこも、のスワンズさんっていうメーカーの。はい、スワンズ有名じゃね、石川遼君とかね、そうなんですよね。でそこ の, あのゴルフ売り場さん、スペックスポーツさんがすごいのは、スワンズさんだけじゃなくて、うん、他のメーカーのサングラスも置いてるんです。オークリーとか、周辺の有名、そうです。なので、うちのフィッティングスタジオと同じように、うん、サングラスをフィッティングしてくれるんです。あ、なるほど。はい、今、自分に合ったサングラス、ゴルフだけじゃなくて、他のスポーツやられてる方もそうなんですけど。やべえ。はい、すっげえ YouTube これ回したくなるけど、絶対許可いるもんね。そうですね。おいおい、もしちょっと、だから時間来た時に、はい、あの、遠藤に YouTube 回していいですかってちょっと聞いといてもらっていい？はい、もちろんです。ね。はい、聞いてください。急にやって、ここはね、俺今日、はい、友達だからね、はい、許可取ってきたけど、ここの中は大丈夫。ここは OK だけど、はい、これ大丸だからやっぱ厳しいんですよね。百貨店さん。百貨店さんだから厳しいから。はい、あ、なるほど、なるほど。へぇー。近々ちょっと、そうですね、顔出しますけどね。わ、はい、かりました。というわけで、遠藤章造、今年こそは吉本ゴルフナンバーワン決定戦1位になりたいと思います、はい、これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。